KO するチャンピオンであり続けることだと思ってます。今回の新 K1 伝説は3月4日アンダー65キロ日本代表決定トーナメントスペシャル第5弾は60キロ世界最強の男が登場。 K1 アンダー60キロ世界王者浦部博隆。3月4日 K1 世界王者として初めての試合に臨む。判定になったら負けと変わんないですね、この中では、さらに弟の浦部晃也が超破壊型打撃格闘技クラッシュで復帰戦。この番組は M1 スポーツメディアとご覧のスポンサーの提供でお送りします。日本65キロ最強決定戦3月4日 K1 ワールドグランプリアンダー65キロ日本代表決定トーナメント。65キロ日本最強を目指す8人がワンデートーナメントでナンバーワンを争う。さらに65キロ世界王者ゲーオウィラサクレック、60キロ世界王者浦部博隆の出陣。チケット絶賛発売中。昨年世界一をかけた兄弟対決が行われた。王者弟浦部晃也、挑戦者兄浦部博隆。いや、これはダメージありますよ。チャンピオン、ワン、ツー、スリー、これも空を切る、また押し返す、左。兄が弟を逆転 KO。 壮絶な結末で、ヒロタカは K1 アンダー60キロ世界王者となった。激闘の末、頂点に立った男には究極の王者像がある。それはもうずっと変わらないですね。 KO することですね。 KO するチャンピオンであり続けることだと思ってます、はい、倒すことしか考えてないですね、判定で勝っていこうっていう風に思ったことって多分一度も多分ないですね、僕の中では。いかなる窮地にも状況に追い込まれても狙うのはただ一つ、一発で運命を変える KO 勝利。ただそれだけ。判定になったら負けと変わんないですね、僕の中では、王者となっても守りに入ることはない。飽くなき KO へのこだわりは己の強さを証明することだが、それだけにはとどまらない。 KO ってシンプルだし、一発でお客さん引っ込めるものだと思ってるんで、これから K1 がもっと上のステージに、登っていくためにはやっぱ KO を常に目指してやっていかなきゃいけないなっていう気持ちあります。芽生えた自覚、新生 K1 の王者としてヒロタカの本当の戦いが始まる。王者となって最初の試合、相手はドイツの超人ヨハネス・ウルフ。予測不能のトリッキーな動きで世界三冠王者に輝いた男が K1 に初参戦。まあ相手も、くせ者って引いてで、結構今までにないタイプで、まあ、厄介な相手だって言われてますけど、今まで通り、最後は3ラウンドかかってでも、
強引に叩き潰してやろうって気持ちですね。相手が誰であれ最後は KO で終わらせる、それが K-1 王者浦部博隆のこだわり。俺の目の前に立つってことは KO される覚悟をしとけよっていう感じですね、はい、まあこの前も弟 KO してますからね僕は。魂の破壊王 KO 勝利で新生 K-1 をさらなる高みへと誘う。3月4日スーパーファイト、浦部博隆対ヨハネスウルフ、王者の魂の KO 劇をその目に。そして兄に敗れベルトを失った浦部晃也が再起のリングへ。まだ同じ笑いを。日本65キロ最強決定戦、3月4日 K-1 ワールドグランプリアンダー65キロ日本代表決定トーナメント。65キロ日本最強を目指す8人がワンデートーナメントでナンバーワンを争う。さらに65キロ世界王者 KO ウィラサクレック、60キロ世界王者浦部博隆も出陣。チケット絶賛発売中。4月24日60キロ日本最強を決める戦い、 K-1 アンダー60キロ日本代表決定トーナメントが開催される。その大会に出場するため絶好のアピールの場となる試合が2月5日クラッシュで行われた。この日60キロの試合は4試合、K-1 日本代表決定トーナメントにたどり着くのは、共に K-1 初出場を狙う浩二対剣闘士俊。第2ラウンドです。青いグローブ剣闘士俊、蹴りからこのラウンド入りました。赤いグローブ浩二。中村さん、スピードとキレがあるところをまた見せた浩二、それに対して重たいパンチという剣闘士俊、第2ラウンドからどうご覧になりますか。そうですね、やっぱ浩二選手のこのスピードと、もう攻撃のチラシというのが一番そこ目立ちますね、はい、やっぱクラッシュ参戦久しぶりなんですけど、この60キロのトップの選手になってというか、右、はい、強いなというのを感じましたね。そうですよね、はい、その名古屋中心のヒートで王座獲得歴があるんですが、ここは旬が前に出てきます。結構まあ判定で泣かされることも小井選手あったんで、もう戦績以上に強い選手ですよこの選手は。そうですよね、はい、そしてその発言も含めて、そうですね、久しぶりにこうなんか、はい、面白い選手が、今までにない選手がこうクラッシュ出てきたなっていう感じですよね、はい、クラッシュも自分のものにしてやると、そんな発言があります小井です。小井選手どうですか、ボディ打ちからストレートをさらに詰めてきます。剣闘士選手の方がプレッシャーをかけてもないと思ったんですけど、はい、まあ、浩二選手のプレッシャーを全部パンチで跳ねてますね。お話でパンチの後は左ハイキックで浩二パンチで決闘シュー。浩二小比類選手、これあまりに鮮やかでしたね、うん、やっぱりパンチが速いし、そのパンチ打ち終わった後に見えないハイですね、うん、これ中村さん、はい、打ち抜いたという印象ありますね。そうですね、この前のその先ほどご紹介したヒートの試合でもこの同じ左入って倒してるんですよ。なんとこれは浩二選手のもう必殺パターンというか、一番得意なパターンがバッチリハマったという感じじゃないですかね。自分は K-1 のために興味ました。K-1 の裏部っていうどこにいるのかな、分かんないけど兄弟喧嘩ばっかりしてると思うんで、お母さんがなると思うんで、俺が止めてやろうと思ってます。はい、言いますね。そうですね、まあ、これだけ発言もこう切れてて、はい、試合も面白かったら、まあね、みんな見たいでしょ、こういった K-1出るの。そうですよね、はい、続いてはゴーダ同士の対決、島野幸太郎対明人仁。ここは位置を入れ替えてコーナーに詰めて、いや中村さん、このプレッパラスパンチが最大の魅力ですね、はい、そうですね、もうこの衝撃音がね、ちょっとね、尋常じゃないですね、島野選手、パンチの。しかし、肘も使ってよくブロックもしています、膝もありますが、ジャリが来たところ、左、ダ
ちょっと回ったところ、そうですね、それを見落としませんでしたね、うん、島野です。明人もよく耐えてローキックなど返していたんですが、やっぱちゃんと距離を取るまでは集中しなきゃダメですよね、キングちゃん。あばい出てくる、ビンギアッパー、ダイフック、ファウンドは明人、明人の大砲もヒットしてダウンを奪い返しています。お互いダウン一つずつ取っています。互いにダウンを奪い合い、試合は延長戦へと突入した。さあ激しい拳、もうすでに若村さん、これお互い交換していますけれどもね、エクストララウンドとなりました。そうですね、やっぱり、まあ、お互いこう一発でね、試合ひっくり返る。おーアーケードはこれファイト全開です。ここでフック系の拳振るってくる、さらに左、島野も刺すように赤いグローブ突き立てていく、膝もあるんですが、いやアーケードがちょっとこれこう島野選手もね、ピカゾンかなり大きく攻め続けてるんですけどね、明人選手が止まらないし、かないですよね。あ、ここはローから膝、徹底して右の足技です。顔面へのパンチはもうこれしょうがない、仕方がないということか、そして左、さらに右、この両方の拳、島野も返す、時間がなくなってくる、それでもまだ打ち込む島野、選手としてもこう今までやった中でもこう、ね、あの一番こうキャリアがあるというか、杉原選手と戦った試合で、しかもこう、ね、かなりギリギリの試合を勝ちもぎ取ったっていうのは、このからのキャリアにとってもすごく大きな勝利になったと思いますね。55キロから60キロに本格参戦、ヒロヤの弟タイガを平塚大使が迎え撃つ。フィジカルトレーニング相当積んできたということですね。兄ヒロヤ選手とともに赤いグローブがタイガーを思い切って飛び込んでの左、フリーマキ選手もこれ全身バネ、そして若さもあるというのがタイガーですよね。そうですね、あの距離感から手が入ってますね、はい、その攻撃サウスポースタイル対しては空手が土台、平塚倒れた、左ストレート、フリーマキ選手これ蹴りに合わせましたか。そうですね、あの入りスピードの左ストレートですね。一発、まずダウンを奪っていますタイガー。中田さん強いですね。そうですね、あの階級上げてるんですけどタイガー選手、はい、でもこうスピードは本当にその55キロの時より、ま、そのままというか、ま、むしろねこう速く見えますよね。そうですね、これエンジンも大きくしてきたんだなという印象がありますが、はい、さあ対して足技、こちらも KO 能力があります平塚大使、8勝6 KO 勝ちがあります。平塚選手もあのその去年の11月の K1 にプレミナルファイトに出て、はい、あのすごくいい KO 勝ち、ハイキックで KO 勝ちしてたり、まあ、KO 率多いんで、平塚もでもこれ落ち着きを中村さん取り戻しましたね。あでもインド強い、平塚もセコンドの声に呼応しています、動いています。タイガー右フック打って離れて、また右側に回っていきます。なんかこうムエタイプラスボクシングみたいなスタイルじゃないですかタイガー選手、確かにそうですね、小ゆりまき選手からはそのパイキャオなんていうキーワード出ましたが、その動きがあって緻密にまたガードして膝を突き立てるのは平塚もいます。左のパンチはタイガー、ちょっと今前蹴り一つ有効だ、さらに左飛び膝、最後綺麗に決めましたね、うん、もう最初から最後まで自分のペースをずっと作ってますね、はい、そうですね、試合の流れをもう沸かさずという中での連打強打、はい、そうですね、今日はちょっと家族で大事な日で、
いつも一番お世話になってるお父さんの誕生日だったんで、今日チケを抜いて落とします。7月に気が通らないのがあるみたいなんで、今年こそは優勝して世界チャンピオンのお父さんにしたいと思います。ファミリーにとっても大切な日に大切な KO 勝利、タイガです。初代 K1 アンダー60キロ世界王者浦部晃也、昨年11月世界王座をかけた兄弟でのタイトルマッチ。晃也はベルトを兄の弘隆に奪われてしまった。もう一度世界最強を目指して再スタートを切る。迎え撃つはヨーロッパムエタイ王者フランスサイボーグワラス。しかしこれサイボーグワラスはフランス出身のファイターです。31歳、 WFC ヨーロッパライト級王者ということですが、ムエタイルールでのキャリアが多いですね。結構変わったスタイルの選手なんで、はい、やりにくいと思うんですよね。身体能力もすごく、見た目の通り高そうですし、パワーもあったり瞬発力もあって、結構こうオーソドックス、一般的にこう考えるとスタイルとは違うような、技も回転技とかすごく得意なんですね。バックブローで立ったのを相手に失神させたりとか試合もあったんで、はい、そういう予測不能なところをどうね、大野選手が攻略するかっていうところが見ものかなと思って、試合という部分では、アンタッチャブルという異名を取る浦部晃也なんですが、左ミドル強烈、それに対して小比類巻選手、これワラスの方がいろいろ動いて揺さぶってというふうに見えます。どうですか？バネがある体しますね、やっぱり。はい、パンチのパワーもあるんで、はい、これば危ないんですけど。そうですか。ただ浦部選手がプレッシャーかけてますよね、っていう形で。これボディ打ちから足技からというふうに見えますね。浦部晃也です。こうやってプレッシャーをかけることによって相手がだんだん溜まってくるん で、はい、で相手の攻撃力、相手のリズムを崩していく、はい、これが浦部選手の得意技なので、浦部選手の右のハイキックとかね、攻撃も使えますし、はい、顔面前蹴りも前の廣田選手がやった試合で見せてるやつですよね、はい、そういう引き出しもあると思うので、使いながら、はい、ローを出してきましたね。聞いてきましたね。下段の蹴り、ローはいいですね。放つようになってきました。特にこれももへもあるんですが、パンチは飛び膝で止めています。そして右のミドルキック、左ボディ打ち、さらにストレート、高野ホールも巻き起こっています。満員高野ホール、さあ詰めて残り10秒、横蹴りのようにもさらに左ミドル、左の膝、かわす、見ています、見えています。バックブローもそれでもローキックを合わせてというところ、ここで試合終了です。2人目も同様です。3人目もそうです。3対0、まさにそうですね。中村さんの言葉通り完勝と言えます。浦部晃也、次へ4月4トーナメントあるんですけど、僕ももちろん出るつもりでいるんで、ぜひ4月僕が優勝するのも見に来てください。ありがとうございました。これでね、復帰戦飾って、はい、ここからまた今年の小谷選手どう戦っていくか期待したいと思いますね。4月24日 K1 アンダー60キロ日本代表決定トーナメント、出場メンバーと組み合わせがついに決定。1回戦第1試合、スピードマスター山本雅弘対ハイパーノヴァ、タイガ、最年長32歳山本と最年少19歳タイガが1回戦でいきなりの激突。1回戦第2試合、石の拳レオナ・ペタス対戦うビッグダディ、闘志。
前回の対戦ではレオナが KO 勝利、闘志のリベンジマッチがトーナメントで実現する。1回戦第3試合、褐色のバッドボーイ大沢文也対 K-1 初登場逆境ソルジャー明人ひとし。昨年大沢が明人に勝利し2度目の対戦となる両雄、その結末は。そして1回戦最後は、ラベッジどこにいるのかな、分かんないけど兄弟喧嘩ばっかりしてると思うんで、お母さんが泣くと思うんで俺が止めてやろうと思ってます。なにわの KO エンペラー浩二対、マジで誰なんだっていう、全然分かんないです、あの選手。アンタッチャブル浦部浩也、初代 K-1 60キロ世界王者浦部に噛みついた初見山となる浩二、1回戦屈指の